仕事休憩中にも動画撮影している俺を褒めていただける方、ぜひたくさんのコメントお待ちしておりますっていうところの皆さん、おはボンバ、ボンバチャオボンバは徳島のパンプキンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ本日もね、ドッカンバトルやっていくんですけども、やっていきますか。スペシャルステッカー企画ということで、まあ何貼るかって言うたら、まあサムネの通りね、フュージョンズキャラ、まあ貼っていくっていう動画となってますんで、ぜひね最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。4体極限しましたよね。ね、極限したあのレアキャラといいますか、珍しいキャラをね、まあ、私あの貼っていくスタイルなんですが、いろんなスペシャルステッカーの動画出してますんでね、まだ見てない方は再生リスト概要欄貼ってますんで、ぜひそちらも見ていただけると幸いですというところでいきましょうか。4体貼っていこうね。フュージョンズキャラ4体でございます。はい、でまず最初バーロットですね。うん、でパンデル、ちょっとね、パンデルだけね、2にさせていただいたっていうのが、補正ついてるんですよね、極限してから。うん、強いんじゃないかと、役に立つんじゃないかと。で、カロリーですね。はい、極限 Z 覚醒して、高カロリーになりました。ありがとうございます。強くなりました。ただね、ちょっと本当に、育成が中途半端っていうのが、老化用紙ないから、あ、ない。というわけで、貼っていきましょう。うん。休憩が15分しかないから、ちょっとさっさと行くわ。じゃあ、何から行こうかっていうところ、パンデルから行きましょうか。ね、貼っていきましょう。お願いします。ちょっとさっさと行く、ごめんね。展開地の片手間に、まあ見てよ。全然変わってねえっしょ。ハートがビクビク動いてるだけやないか。かわいい顔して。ビクビクか、この野郎。パンデルでございました。もうちょっと。だから変われって、毎回思うけど。変われ、もっと華やかに変われよ。はい、続きまして。どうしよう。バーロット行こうか。ね。これはかっこいいと思うよ。うん。バーロット、行きましょう。お願いします。さあ、行きましょう、行きましょう。これ、録画できてるよね。大丈夫よね。おおお、かっこいいやん、ほら。バーロットかっこよしやん。ねえ。素晴らしい。まあ、中途半端。いや、別に。いや、かっこいいよ。かっこいいけどね。ぜひぜひ、貼りたい方。ね、バーロット、いいですね。はいはい。かっこいいんで。貼るのおすすめです。おすすめではないですが、貼ろうとしてる方、ぜひね、貼ってもいいんじゃないかなと思ってる。うん。ブラパン怪しいな。ちょっと、じゃ、カロリー行こうや。カロリー行こう。ね。これはかっこいい。行きましょう。カロリー。極限して高カロリーになったで、おい。おお、めっちゃ渋い。ハイカロリーやん。めっちゃかっこいいやん。あ、かっこいい。やっぱり木玉をね、持ってるキャラが一番スペシャルステッカー映えるから、うん、ぜひぜひ、こう木玉持ってる、バトルカード貼るのをおすすめいたします。かっこいいですね。いいね。これは貼って損じゃない。うん。じゃあちょっと怪しいブラパンいきますか。ね。いや、これ絶対あんま変わらんやろ。お願いします。さあ、パンデルとどっちが華やかになるか、勝負ですよ。ほらね。なんかもうほら、もう微妙やわ。後ろの青しか動いてない、知ってますこれ。星動いてなかろう。あ、ちょっと動いてんのか。結局、あんま動いてないけど、どっちでもええ説あるよね。さあ、おさらいいきますか。バーロットですね。で、パンデル。で、カロリー。ブラパン。で、ございました。やっぱりこの中で、バーロットとカロリー貼るのはおすすめいたします。もうブラパンとパンデルだ。もういっちゃんパンデルあかんわ。いっちゃんあかんわ。ねえ。もうブラパンとパンデル貼るのはちょっとおすすめしないな。うん。というところで、ちょっと短い動画でございましたけども、いかがだったでしょうか。っていうと、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね！